はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでビビさんからクロームの分ですよ、一つですね。さあこれで今日受注受けてる分は最後かな。リピートありがとうございます。発送は明日月曜日になりますので、到着は早くても火曜日ですね。よいしょ、はい、ちょっとじゃあ全部開封します。もうビルズさん人気が結構多分その影響ですよね、これね。でプラスココチとベリンガムもいるし、今のうち開けとこうっていう判断なんでしょうね。結構なんか 2,3 年前のあのトップスクロームとかでもなんかみんな、あこれどうします、あそっちいらないっすつって寄付しますね、そういうカードの選手たちがなんかめっちゃ上がってるよねみたいなあるあるですね、ほんと。はい、じゃあ行きまーす。はい、レウスさんですね、ダイカット、ピーパーさん、大迫さん、はい、リフですね。お、ベリンガム来ました。で、パープル、うん、わかんないですボグルサマーさん、金ウェーブ、ちょっと待ってください。さあどうでしょうか、誰だ、鎌田、あ違う、アンドレシーバだ。ああ、まあ店長も知ってるぐらいですから、まあまあすかね。でも33番つけてんだ、95年生まれ、背番号33っすよ。その自分で33をつけてんのかね、どうなんでしょう。はい、レウスさんでした。グリーン、オルモだ。はい、オルモさんも結構期待してる方は期待してる感じですね。スペイン、98年生まれね。でカードはまだそんなにない方かなっていう感じですね。ゲームカードはありますけど、いやー光らないですね、なかなかね、簡単に光らせてくれないですね、うん、レイナでした。よいしょ、あビル続き方、おお、はい、まあシリアルじゃないですけどリフラクター来ました。今日2枚目だな、ウィルズの光、やっぱね、まあ、確率論上は、まあ、当たり外れの箱がね、こう、でも4人いるから、ライナーさんの75。4人のうち3人はまあね、ココチとか、逆ですね、こうですね。あ、ドルとルーキー光ってる！ココチでしょ、これ。ほら、おー！すごいね、来るね。はい、おめでとうございます。はい、ウィルツとね、ココチが光りました。あとシリアル来ないかな。ね、炸裂するとき炸裂しますから、あ、ほら、だって同じ選手でしょ。ね。あの、シリアルカードは100分の1で入ってくるんです。つどつど抽選です。100分の1。なので重なる場合は重なるんです。あ、これサインだ。あ、ちょいちょい見ますね、でもこの方ね。ベテランさんですよね。あ、ベテランじゃないか。ディフェンダーだけど99年生まれってやつだ。うん、はい。
最後はインサートでした。はい、スコフさん。おー、来ましたね。おめでとうございます。ココチとビルツのリフが来ました。ちょっと待って。ほこりが入っちゃった。状態もいいでしょ、ね、これあのこの斜めのデザインですからね、これね。はい、心地のリフとビルツのリフです。いやー、こういうのがあるからね。だからトップ4のうち3人がもうトップですから、正直このプロダクトは。それとベリンガム、そう考えるとね、100人中3人が光れば150、ベケネが多分200ぐらいでしょうから、200以上。ウィルツで多分ね、センタリングいいとね、これ分かるからね、センタリングね、これだいぶいいですね、かなりいいですね。うん、かなりいいですよ。はい、まあ25、35、100って感じですかね。まあ状態次第ですけど、うん、いやーね、はい、ということでね、サインもまあ99年生まれのちょっとかっこよさげな選手ですね。うん、ディフェンダー、背も大きそうですね。6フィート3か、うん、将来が。あ、ベルギーのディフェンダーはでかいっすよね、うん、で国も強いから代表選ばれれば。はい、ということで、じゃあ1箱分ねポーカーをやります。はい、右がお客様ですね。3回押します。1、2、3。お、ジョーカー。あー、でも、10のワンペアですね。はい。うん。ここがね、フラッシュだったら8シリのザイオンだったんで、まあ、なかなか来ないですよね。うん。はい、店長です。ワン、ツー、スリー。9のワンペアと10のワンペアということで、はい、お客様の勝利です。はい、いい勝負でした。はい、ということで、こちらリラードですね。ラッパーリラードのカードです。88枚限定のカード、こちらをお送りいたします。はい、ってことで、いやー、これすごいですね。やっぱこういうのが来るとね、やめられないでしょね。実際こういうの、普通こういう出方するのね、 PB で何回もあるでしょう。そうなんですよ。はい、ってことで、またぜひねチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。